のマクピーです。ちょっと久しぶりになっちゃったかな今日はシスターを着てみました。だいぶちょっとね1ヶ月2ヶ月前になっちゃうんですけど、質問枠で質問を募集したので答えていこうと思います。上手に答えれるかな。チンポで大切なのは硬さ太さ長さどれだと思いますか。どれも大事全部同じぐらいじゃないどれが欠けても微妙だし、私はでもそのチンポの形よりもその動き方とか持久力が大事なので、別にチンポは何でもいいです。おちんちんが小さくて悩んでいます。おちんちんが小さい男性をどう思いますか。ちょっと被るんだけど、小さくてもなんかちゃんとテクニックがあって早漏じゃなくてだったら全然 OK です。別に小さい大きいが気持ちよさに直結するわけじゃないし、別に見た目重視じゃないので、全然ちっちゃくても上手な人いっぱいいますよ。安心してください。なんでそんなにエロいんですか。なんでだろう、なんか生まれつきです子供の頃からなんかエッチなこと好きだったんで生まれつきだと思います。下着の販売予定はありませんか。真剣な質問です。下着ね、前 DM とかでいらないの欲しい人みたいにやったことはあるんですけど、気まぐれですね東京にいる人だったら場合便に来てくれるならお渡しできます。今後やってみたいプレイとかありますか。なんか大まかにはね、もういろいろやっちゃったからね、お尻とかメッシとか、まああと発表してないけどスカタロとか、野外露出とかはねあんま性癖じゃないし、なんだろう、出しちゃダメなとこが多いから、やってみたいプレイ、プレイってわけじゃないけど、あの温泉旅館で撮るみたいのはちょっとやってみたいですね。まだやったことないんで、あの引きこもりなんでと、顔タイプすぎます、ラブハートありがとうなんか結構さ、このエロ業界というかはさ、顔出ししないでなんかおっぱいとかそういうのだけでやってる人も多いけど、私は逆に体じゃなくて顔だけでエロいことをしてる珍しいタイプです一日に何回もしてしまいます。どうすればいいと思いますか。元気でいいと思います、なんか別に生活に支障がないならいっぱいしていいと思いますくすぐりとムチが好きですが、動画出される予定ないですか。これはね、もう出てます。ちょっとね、パッケージとかで分かりづらいと思うんだけど、なんか黒セーラーをなんかひたすら泣かせる動画みたいなやつで、まあ、長くはないんですけど、どっちもやってます。あのね、どっちも苦手なプレイなので、長尺の動画はね難しいんだけど、なんかそのだから苦手なねプレイを詰め込んだみたいな動画ロムをね作ってあるので、あのファンティアとかからチェックしてください。まこさんの AV に男優として出演したいです、募集とかってされてますか。これはね、もう昔から言ってますけど、まあ私のプロフィールとかにも書いてあるんですけど、私はプライベートセックスを撮ってますので男優さんじゃないんです、ごめんなさい。お気持ちありがとう今まで耐えれない攻めはありましたか。まだまだね、苦手な、あの SM 系が苦手なので、動画にはまだ撮ってないんですけど、ギャーってなっちゃったのは、なんかスタンガンと根性焼きと、まだやってないけど、焼きごてとか、まあそういう痛いやつはちょっと苦手です酔ったらどうなりますか。まあ番組に来ていただければ見れるんですけど、そんなには変わりません
ちょっと明るくなるぐらいですね。なんかね、キスマとかになったら面白いんだけど。お酒で入った話聞きたいです。あんまり多くはないんですけど、まあ、4、5回はありますね。でも私、あんまり、なんだろう、ちゃんとしてるので、しっかりトイレに行って、綺麗に吐いて、ケロッとした顔で戻ってきます。なんかもうフラフラでグワグワだけど、お店とかに吐くのはダメだってのは気持ちがあるので、ちゃんとおトイレに行って吐きます。豪華なケーキをめちゃくちゃに潰す動画最高でした。もうメッシ作品は作らないんですか？私はメッシ作品でまこさんのファンになりました。ありがとうございます。メイドのやつかな。メッシは私大好きなのでこれからも作る予定です。9月18日のフェチフェスっていうのでも出しますし、その後も、まあ、1個2個ストックがあるので、楽しみに。アヘ顔してほしいな。これ最後かな。じゃあ最後なんで、ちょっとだけ。本当ね、ちょっとカラコンだから。はーい。まあ、あとは、動画は、ファンティアで買ってください。何個ぐらい答えたかな。意外とあったね。皆様ご協力ありがとうございました。そして、だらだら最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとツイッターのフォローお願いします。ではでは、まこぴーでした。バイバーイ。